皆様こんばんは、ケイシーです。今日はですね、こちらです、こちらですね、ホンダの ADV160 なんですけども、修理から無事に帰ってきました。故障の内容を、簡単に言いますと、ウィンカーポジション、取り付けた後にエンジンが不動となりました。30アンペアの、ヒューズが飛ぶという症状ですね。詳しい、内容は以前アップした動画に、を見てもらうとよくわかると思います。でですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、エンジンかけてみましょうかね。エンジンかかりましたね。ウィンカーポジションの方も取り付けていただきました。よし。修理の方は購入したバイク屋さんにお願いいたしました。最初はですね、原因がわからないなと言ってたんですけども、その後ね、原因を特定できて部品を交換して直りました。その、原因だった部品というのが、コントロールユニットですね。まあコンピューターですよね、それが故障して30アンペアのヒューズが飛んでたみたいですね。タイミングが、タイミングだったので、ウィンカーポジションだったりね、その作業がちょっとね、原因疑わしかったんですけども、全く関係なくね、偶然にもそのタイミングで壊れたみたいですね。なので、クレーム対応といいますか、保証が効きまして、無償で部品交換ができました。これね、保証対応ないと、コントロールユニットの部品と工賃で8万ぐらいかかるらしいんですよね。で、まあバイクの方一人に来てもらったりとか、他にもちょっとね、部品リレーとかちょっと変えたみたいなんですよね。そのね、作業を工賃とかいろいろ合わせると多分ね、10万オーバーだったのかもしれないと思うとね、ゾーッとしますよね。整備士さんとお話しさせてもらいまして、最初ね、いろいろ調べて、原因が特定できなかったみたいで、なんかね、パソコンでこう見る画面があって、車種ごとのその不具合だったり故障ですかね、頻繁に出てるものだったり、こう一覧にこう出るらしいんですよ。でね、そこにもね、乗ってなかったみたいなんですよね、その30アンペアのヒューズが飛ぶっていう症状がね。なので、ホンダの方に電話で聞いたそうです。そしたらですね、一発回答で返事が来たそうですね。コントロールユニットを交換してくださいと。そのね、パソコンでこう見る画面っていうか、その一覧には載ってなかったんですけども、過去にね、同じような症状があったみたいで、その時にやっぱりコントロールユニット交換で治ったとのことでした。で、実際の私の ADV160 もコントロールユニット交換で治りました。いやね、治って本当にね、ほっとしました。本当にひょっとしたら治らないのかななんて思ったりもしましたしね。一応ね、この ADV160 なんですけども、妻からの一応プレゼントで買ってもらったんで、やーべえなと思って、本当にヒヤヒヤでしたけど、まあ本当に治ってよかったです。
でですね、今から考えるとですね、まあ、壊れたのは良くないんですけども、まあ家で壊れて良かったなと思いましたね。もしねちょっと遠出とかしてて、その出先で壊れたなんてことを考えるとですね、まあ、パニックにもなりますでしょうし、やっぱりね、まあ、ゾッとしますよね。不幸中の幸いというやつですかね、これがね。いや本当に よくないんですけど、まあ良かったですね。で、まあコントロールユニットを交換してもらったんですけども、まあエンジン先ほどのように、まあ、すぐかかるんですけども、たまにねセルを押しても、まあ、スタートボタンを押してもうんともすんとも言わない時があるんですよね。まあ、ブレーキの握りが甘いくはないと思うんですよね。しっかり一回カチッていって、もう一回カチッていったところでスタートボタンを押すんですけども、ちゃんと確認して押してるんですけども、なんかねかかんない時があるんですよね。まあ、全然頻繁ではないんですけども、そこがねちょっとね引っかかるんですけども、まあとりあえず様子見で言ってるんですけども、ちょっとね心配ではありますね。はい、ってことでね、今回の動画は以上となります。 NV160 が帰ってきましたっていう動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ケイシでした。